もうみんなやめてくれマジで、年末だからっつっておとげやんのやめてくれ、もう重すぎて何もできんのやて。みんながさアクセス集中するから、アクセス集中って言ってみて、意外と早口言葉になってるわ。ちょもうできもうやめもう、結局曲買うまでに10分ぐらいかかったんやけど、これ俺だけ、俺の iPad がついに行かれたとか、てか曲ないし、俺解禁したよね。冷静に探すか、ちょっと今頭がおかしなってるかもしれないから、ちょ冷静に探そう一回。ないな、ちょ冷静に探せば多分絶対出てくんだよ。俺意地もカットしないからね、この時間みんなと共有するからね。共有する意味はちょっとよくわかんないけど、もうしょうがないから配信中にするわ。あるやん、ヴィランやってくわ。あーもう変な速度、もう終わった、変な速度で始めちゃった。もう今からやり直すとめっちゃ時間かかんのに、俺もうまた5分かかって戻ってきました。じゃあもう一回やってきます。速度戻してきました、10ぐらいに。いやこれね、イライラしてもしょうがないから明るくいこう。ヴィランね、やってこうか。ヴィランはちなみに聞いたことある、1回か何回か聞いたことある。でしかも今回 TikTok から聞いたとかじゃなくて、普通に YouTube で見たことがある気がする。で俺さ言ったよね、この前も言ったんだけどさ、ボカロでさ流行るやつってさ、イラストの色がさ 2,3 色のやつ流行る説言ったよね。ピクサーの時とかさ、ゴーストルールだってさ水色と紫じゃん。でこれもさ 2,3 色じゃん。だからボカロは 2,3 色流行るんだよ。だから今ボカロ作ろうとしてる人、もう下手にめっちゃすごいイラストレーターに依頼するっていうよりかは、ちょっとこういう雰囲気が出せるさ 2,3 色のなんかそういう人にね依頼するのいいかもしれない。これね絶対流行ると思う。俺ね、いや逆に流行ってる千本桜とかちょっと違うけど、マジでね 2,3 色流行る気がする。色ちょ、ろれつが回ってない。これいいよねこの曲。ヴィランってどういう意味なんだろう。この背景のピエロ感がいいわ。これでもさ、ヴィランの意味ってど、なんかさボカロってね結構調べると、あ意外と性的な意味なのねみたいな結構多い気がする、そういうボカロ。まあ、ヴィランは絶対ないと思うけど、ヴィランビラビラだからちょっとよくわかんないわ。ヴィランかっこいいね曲。やっぱもうさマツコデラックス言ってたんだけど、曲は歌詞で選ぶっていうよりか僕はねメロディーで選ぶ派なんで、これメロディーが売れてる的なと、あとイラストだよね。いやこれねマジでボカロで逆にイラストついてない曲で売れてる曲あったら教えてほしい。絶対に俺ない気がする。でそのイラスト絶対に2,3色の色だけでできてるから、いやこれはねもう僕法則見つけたわ完全に。ちょもう変な初見殺しのタイミング、もう変なタイミングでミスっちゃったし、もう俺最近プロセグうまいキャラなの知ってます皆さん。僕なんか前にショート動画でなんか片手でマシンガンポエムトール やる動画あげたんだけど、あれのせいでなんか俺全世界で一番うまい説がすごい出てて、プロセカの方たちのところで。で僕ネタバレせずに気持ちよくなってんだけど今、ちょっとそっとしといてください。まあね気になる方はテルフクショートで検索してくれれば多分で結構ね再生されてるから出てくると思うんだけど、普通になんか心地よいね。ヴィランいいね、このなんかシーナリンゴみたいなさ、このウルルな、なんつってるんだこの下の回り方、なんていうんだっけこれの、ドラムロールみたいな、ヴィランのその最後のこの歌い方の感じすごい好きだわ。お軽くなった、なんか急に今軽くなった。もうみんな諦めたのかな。でもさ通信制限で諦める人ゼロ人説提唱していい。だってさ今からゲームやろって言って起動しててさ、で通信制限なんか重いけどギリギリできるじゃん。だからこそ諦めがたいよね。もう無理ですって言われたら、あいいわじゃあ後でやるわってなるけど、ギリギリ頑張ればできる時って一番やりたくなんない。アクセス集中しすぎだから、もうお前年末年始だからさ、もうもっとさ家族の時間大切にしろプロセがやってないで。ちょ今動画見てる人いる、ちょもう家族の時間大事にしてくれ頼むで、やめてくれ。あ X、 あいいね X と Y が出てきてる。ちょっとさなんかノーツちっちゃいのやめてもらっていいって言って、なんかすごいでかくなるのやめてもらっていい。なんかその認識なんがいいね、このリズムはもうミスらない。これちょっとなんかリズム難しいね実は。普
通じゃないリズムしてるわ。なんかボカロの流行るやつがね、なんとなく分かってきたんだけど、でもそんな単純な話じゃないんだろうね。単純にすごいセンスあるんだろうね。やっぱ曲とかさ、口ずさみたくなるような鼻歌とかも歌ってさ、鼻ずさみたくなるぐらいも計算されてんのかもしれない。歌詞とかもさ、ギリギリ口ずさみたくなるぐらいの歌詞してるとか。何が流行るか分かんないよね。ビーラン、ね、ここの歌い方言うの、何それ。歌い方がいいわこの人の。ちょそろそろね、プロセカの声優じゃないわ、キャラクターの名前を覚えましょうみたいなコメントもたまにいただくんだけど、キャラクターは逆に知り、もうね、ここまで来たら知らないで生きていくわ。それよくない？知らずに、もう単純に音楽だけ聞いた、ゲームだけやった感想だけで生きていくわ。それよくない？だからストーリーとかも全く読まずに、まあ、単純にめんどくさいだけだからだ。ドドドン、いいね。ミスタークレイジー、俺もミスタークレイジー。でもなんか嫌だな、なんかミスタークレイジー言われるのはいいんだけどさ、お前狂ってるよとか、自分で、いや俺狂ってるから、私天然だからはさ、俺世界で一番、ね、どこでミスった今俺。自称するサイコパスとかマジで嫌いなんだよね。めちゃくちゃ生きるやんって思うわ。バカ曲かっけえわ。なんかプロセカの方たちは、女の子たちはこういう背景のさ、イケメンいるじゃん、ああいうのに恋してるかもしれないけど、こういう男の人は世界中どこ探してもいないんで、あなたたちはもう頑張って、その辺のなんか中小企業に勤めてる男の人もなんかもう顔もチビでハゲでブスでも、もうその人とも付き合って結婚しないとか幸せな家庭築けないんで、ちょっと2次元という幅から出て3次元の幅ちょっとチャレンジしてください、頼むんで。ブランドニューワールドってくわ。この曲なんかずっとね、お、できた。この曲なんかずっと僕買ってたんだけど、てかさ、俺もさ、あれがなくなんだけど、ミュージックカードなくなんだけど、どうやってミュージックカードって保存すんの、保存っていうかゲットすんの。とりあえずブランドニューワールド、これなんか難しいんだよね、曲が若干。あ、そういう系ね。ブランドニューデイ、ブランドニューワールドつっけ、ブランドニューデイだ。おお、え、すげえ、この曲いいじゃん、メロディー。え、めっちゃ良くない？なんかもう、何喋ろうくらいの考え方してたら、え、めっちゃいいじゃん、この曲。うわ、これいいわ、この、ここのコード、この、この音程が好きなんだ、俺。うわ、やば。めっちゃ好きになった、一気にこの曲。感動した、今、一瞬で。なんか俺の好きな曲のパターン、なんとなく分析できる人いないから、なんとなくね、こういう曲好きなんですよ、僕。ちょっとだけね、どっちかといったら万人受けするっていうよりかは、あー好きそう、なんかこういうの好きな人多そうだから俺、ね、ぶっちゃけここのサビより、まあ、その元気なボカロがめっちゃ好きなんだけど、ここのサビよりさっきの A メロみたいなとこ好きだったね。いやビビったわ、急にいい曲出してくるやん。これはね、 YouTube で検索して高評価押す系のやつ、曲わざわざ自分からプロスカにいい曲だなって思うことあるんだけど、動画撮った後、動画内ではまだちょっとこれいいなと思って後で調べようと思うんだけど、ちょ忘れちゃうことあるんだよね、まあ、それまでの曲っていう。なんでこんな上から目線になるか分かんないけど、これだけはマジで好きになった、このブランドニューデイは。これなんでさ、元気、初音ミクの色とかさ、あんな髪の毛派手でさ、で鏡ね、レンとかもさ、あ、いやマジでこの曲天才すぎる。ここのサビの半音上がる感じはマジで天才。ただ半音上がるだけじゃなくて、このエモ上がりね、いやすげえわ、この曲超好きだわ。いやいいねこの曲。え、なにそれ、びっくりした、なんか変なの出てきた。いやマジでこの曲好きだわ。あんなさ髪の毛派手なさ色してんのにさ、なんか命に嫌わ、なんだっけ、命に嫌われかけているだっけとかさ、なんか曲名毎回間違えんねん、命に嫌われかけているとか、なんかあとなんだっけ、悔やむと書いて未来とか、なんかそちょっと暗いじゃん、もっと明るく生きてくれよ、これめっちゃ派手じゃないこの人。いやマスターやってくわ、ちょマスター2回も解禁しなくていいから、とりあえずマスター3回も解禁しなくていいから、ちょマスターやってくわ。
さ32だったレベル、めっちゃむずいかもしんない。ちょ頑張るわ自分なりに。まあ、片手でマシンガンポエムドールクリアできる人なら、まあ、余裕なんだろうけど、ちょっと厳しいね。だからもういきなりそういうの出てくるしね。なんか普通にあれだね、ボカロってよりかはなんか音ゲーっぽくない？この曲音ゲーの曲っぽい。ここがガチで天才。なんでさこんなさ、なんか俺ねアイドル系の曲、ツンクの曲とかめっちゃ好きで、そういう感じの感じを感じる。マジでね、しかもね結構楽しいこの難易度。何それ、これもうよかったね、これ俺のサムネに使われるよこれ多分。俺出た当初やってたら多分ここサムネだったわこれ。でもなんかプロセカ的にはサムネはね、どっちかといったらあのキャラクターを置いて、でなんかすごいなんかフォントでなんか文字を書くみたいな、でそういうサムネの方が、まあ、どっちかといったら、まあ、映えるっていうか、プロセカの人的には馴染んでるからそっちの方が押しやすいのかなと思ったんだけど、僕気持ち悪い逆張りオタクなんで、俺、ね、もうプロセカのサムネには絶対にもう文字は入れたくないっていう固い確固たる芯が貫かれてるのね。しょうもないプライドでやってんだけど、もうそれで許してほしい。僕が満足できるわ。自己満、自己満、自己満。なんか楽しいわこれ、ランダムみたい。何それ、ちょっと待って、これやってみると分かるけど、これめっちゃあれだぞ、頭おかしくなるぞ。待ってこれ32じゃん、これワンチャン無理だぞ。しかもさ今なんか変なチャレンジモードみたいやってるからさ、誰も回復してくれへんから、ちょっと死ぬ。わかった、じゃあこれ死ななかったら来年めっちゃいい年になる。逆に死んだらもう最悪の厄年。待って、行った説ある。おお、いい年になります。皆さんもね、もちろん見てくれたって皆さんももちろんいい年になるわ。いやほんとよかったよかった、ハッピーエンドだね。今年の動画これで一応終わりかな。まあ、とりあえず、まあ、とりあえず一旦言っとくけど、今年もありがとうございました。良いお年を。来年もね、よろしくお願いしますなんだけど、まあ、僕はハッシュタグ1FG33 っていう曲を、まあ、PM するまで年は越さないので、ぜひそんな感じでよろしくお願いします。どんな感じやねん。じゃあチャンネル登録ね、左下に出てると思うんで、さよなら、バイバイ。